田中長兵明治三十四年十一月七日は幕末明治期の実業家。日本で初めて洋式の民間製鉄所を設立するなど日本近代製鉄の礎を築いたとされる。天保五年とうとう海国の生まれ。若くして江戸へ出た長兵は親戚筋である鉄、動物問屋の鉄屋、騎兵の下で修行を積む。安政の頃には鉄屋長兵として独立。 アザブイタクラで、金物賞を始めて、薩摩藩島津家の御用達となっている。薩摩藩兵論方となった長兵衛は、京橋北高野町の大根菓子に店を移転し、米国類の商いにも手を広げていった。安政5年には妻港の間に、後に二代目、長兵衛の名を継ぐことになる長南安太郎が生まれ、その後も合わせて、経営次男三条を授かる。田中本店。 大正12年の関東大震災にて消失。維新後の明治3年からは、平民苗字許可令により、田中の苗字を名乗る模号は引き続き、徹夜とし、西郷隆盛や移住院県告げ、後に、第六代内閣総理大臣となる、松方正義ら、旧薩摩藩市との人脈を活かし、陸海軍御用達商人として、主に造船用の鉄材や食料を調達することで、 大きな財を成した。同時代の教閣として知られる、清水の次郎長とも交友があったと伝わる。1883年、わずか5年前の1878年に、当時の官業でも最大規模の238万円もの大金を、投じて建設された2機の大型コークス航路を持つ、官営釜石製鉄所が、その失敗に伴い廃業となると、 その翌年工部省より払い下げを打診された。娘婿にして、田中商店の番頭閣、横須賀支店長でもあった、横山久太郎と共に、岩手県釜石へ赴き工場跡を視察すると、機械類は壊れ用航路の内部に、先鉄の塊が打ち捨てられたままになっており、見るに忍びない様相であったものの、鉱山自体は豊富な埋蔵量があるのではないかと見て、通れた。 かねてから、鉄材国内生産の必要性を強く感じていた。横山久太郎や、自身の長男安太郎に、製鉄事業の再建を訴えられた長兵は、見込みなしとして、当初はこれを退けたものの、粘り強い説得を受けてついにこれを許可することになった。1884年末、長兵は、横山久太郎を、現場の総責任者に据え、公部省より、 釜石の土地千坪余りを借用するとともに、鉄鉱石五千トン、多木炭等の払い下げを受ける。新しく二機の小型航路も建造し、そのうち一機は近代製鉄業の第一人者、大島高藤が勝って建造したのと同じ型のものとした。そして1885年1月より、いよいよ官が挫折した、製鉄業への民間での挑戦が開始される。 しかし現場の並ならぬ忍耐と努力をもってしても、童貞は困難を極め、失敗が続くこと実に46回、1886年7月に、長衛はついに横山九太郎に、すぐ上京せよという連邦を送りつけた。上京する横山より現場を託された、航路創業主任の高橋又助は、 なんとか成功させたいという思いから、横山不在の間にも二度の創業を試みるが、いずれも失敗に終わる。やがて、長兵衛自ら釜石に赴くという知らせが入り、それまでは待つしかないと考えた、高橋または、苦渋の決断の末に、全従業員を集めて、休業と解雇を告げた。この晩、高橋またの夢に不思議な老人が現れ、 これまで良い功績として使用していたものを不良だと言い、不良だとしていたものこそが、真に良い功績だと告げて消え去ったという。その翌朝、高橋またのもとに昨日解雇した、従業員一同が訪れた。そして、度重なる失敗に解雇も仕方がないとは思うが、このまま終わるにはどうしても諦めきれない。家族に食べさせる食料さえあれば賃金はいらないので、どうか。 今一度頑張らせてほしいと懇願した。さらに彼らはこれまで不良として使われなかった功績をぜひ試してほしいという。夢の話との奇妙な一致にもう一度挑戦することを決めた高橋又助が従業員と共に迎えた通算49回目。鉄は途切れることなく流れ出し長い苦難の道を経てついに成功するに至った。この日。 1886年10月16日は、日本の製鉄史に残る日として、後に、釜石製鉄所の創業記念日となった。知らせを受けた、東京の長兵衛は大いに喜び、横山久太郎を、初代の所長として、釜石鉱山、田中製鉄所を発足、自身は社長に就任した。1887年2月には、当時増傷をしていた、 松方正義に上岸書を提出、用地、建物、機械類等すべての払い下げを受けて、本格的に創業を開始。この後も数々の苦難を乗り越え、日本の先鉄供給に大きな役割を果たす。1890年には、大阪方平交渉において、当時世界的に評価の高かった、イタリアのグレゴリーに聖鮮鉄よりも、釜石聖鮮鉄の方が弾丸用として、 より優れていることが証明されている。明治27年に創業開始し、大正後期まで稼働した栗橋分工場。1888年7月には大橋分工場。1892年には栗橋分工場の建設に着工。1894年には全国の先鉄生産の6割以上を釜石鉱山製鉄所が占めていた。 1893年には、日本で3番目の鉄道として1880年9月に開業したものの、関営製鉄所の廃止で、運行停止していた釜石鉱山鉄道を馬車鉄道として再開業させる。1896年には、前年より日本領となった台湾北部にて、金華石鉱山の採掘権を取得した中組を組織、小松にサブロを所長として、 採掘を始めた。日本の近代製鉄の礎を築いた釜石鉱山、田中製鉄所からは、1901年の、関営やあた製鉄所創業開始にあたっても、選抜された7名の優秀な航路作業者が派遣され、熟練の技術が伝えられている。1901年11月7日、没、去年67、長男安太郎が2代目、田中長兵衛としてその後を継いだ。 1917年初代、田中長兵衛と横山九太郎の銅像が製鉄所構内に建てられる。戦時中の1941年には教室により失われるも、戦後の1950年には当時釜石製鉄所を運営していた富士製鉄によって再建された。釜石製鉄所の構内には今も二人の銅像が並び立てられている。ありがとうございます。